ババアどこにいるんだ。あれか、タコさんたちもババアの歌聞いてるのこれ。頭出す。白そぎでした。ええー、2体か。あれ、あ、間違った間違った。毒ババア、早いな弾速。おい、え、いや、生きるよ。はあ、怖かった。怖かった。ああ、4、3、そういうことです。3です。うわ、こっち本線かな。タコランドを先に行かなきゃダメか。全然使ってねえの。うん、大ダコがいるな。あいつも気をつけないと、まあまあえぐい破壊力持ってたりするからな。3なんだよな。様たち先にどうにかしたいな。さて、どうにかなるかしら。まだ気づいてらっしゃらない感じ。3位ですね。うわー、地面入らないパターン。はい、段差マジック、地面入らない。え、邪神の曲と、うわー、古い邪神の像、ん？邪神のかたどられた曲と、ゲルミアの失われた信仰の細具。
生贄を捧げるために使われた。ああ、なんかダークソウル1にそんなような体験的なやつなかったかな。なんか大樹のうつろらへんにあって、確か俺の記憶では僕はダークソウル1のあの60時間あの公式配信、あれ多分ニコ生公式長時間配信初だったと思うんですけど、それにちょっと参加させていただいた時に現場にひろゆきさんもおられて、確かその時にひろゆきさんがその件愛用してるって言ってたような気がするな。なんだっけ、生贄のなんとかじゃなかったっけ、ちょっと覚えてねえな。全く使わない武器ですからね僕がね。なんかそんなこと言ってた気がする。あー、ふぅ、これちょっと何ボスっぽくねだよな。あ、でも1万2000か。あー、いやちょっと待って、したらここはここでしょ、もうボス分かったから、それはそれとして、ちょっと1時間経ってんだよな。ね、これ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 行こう。これは単に回復だよね。これや、ここは壺いるな。あ、そう、見えてた見えてた見えてた、そういえば祝福もある。よしよし、危なかったね今ね。あ、ちょっと嫌な飛び方しちゃったな。うわ、怖かった。もっと早くに壺村。ふふ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 3が取れるいい村でした。何やったのそれ。あ、え、 Hello, Cos. あ、 What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. 絶対に秘密の場所は、oh. Are you going to be the new poacher? つぼし、俺つぼしのお兄さん。Gosh, truly. つぼしって何？ That's wonderful news. つぼ作る人ってこと？ It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. え？ It's just a little test, cuz. To see if you've got the right stuff. ライトスタッフ。ライトスタッフって映画すごい僕好きな映画なんですけど。エド・ハリスが。え？つるつる？あ、そっか、働き者のいい手じゃないってことか。マジで？そっか、働き者のゴツゴツしたお手手じゃないとダメだったか。これちょっとすごい気になるけど、一回ちょっとかかっていいですか。先にかかるのが鉄則だからよこの世界。うわ、なんかその辺の壺とか壊してる、なんかすんげえわーってなんかめっちゃ怒られそうじゃね。
何してるのこれ。お花がいっぱい咲いてるね。これでもこの生え方は、はあ、ツボ全然使ってねえな。明らかにこれあれですよね、人為的にこう植えてる感がね。いろんなお花がこういうふうに。いや、もっと早く来れたよここ。ロックオンもできない。でも倒せちゃうんだろうね。いやー、もっと早く来たら俺の壺人生変わってたと思うな。もっと豊かな。各地のお花が一堂に栽培されてる感があるね。栽培っていうか、お、なんか商人的なことじゃないの。はあ、秘密の壺村でした。確かにな、聞くこと分かんなかったもんな。なんかないの、なんかないのっていうか、こうイベント的なことないのか。もっと俺が手をゴツゴツ刺してから来れば何かあるのか。お前アレキサンダーじゃねえだろうな。おやおや、端っこまで来ちゃった感じがあるな。そう、あそこから見てたんだよね。これかつて橋があったっぽいな、これな。この感じ。おそらく。ね。これなんか日中にすると何か起きたったりする？あ、秘密の入り口なんじゃないかこれ。この壺の苔むし方がなんかこうラピュタ感があるよ。夜が明けるな。わあ、こっからこう見えるこの神託の塔のシルエットとか素敵やん。なんもないのかね。この建物は怪しいけどな。あ、こっち側行ってなくね。あ、ここも行ってないのか。なんかあるな。墓か。お墓がある。ちょっとあの少年にもう一回お話ししてみようか。ダメ出ししてくれた君。おい。Don't look so glum, cuz. We can still chat. Potentate or not. Come back and visit me. When you can. Don't look so glum, cuz. We can still chat. Come back and visit me. なんかあったら来るよ、じゃあ。生き壺のかけらってところで、なんか何の素材なんでしたっけ。あれで儀式壺とか作れるのかな。なんか洞窟とかありそうじゃね。ここ、なんかいる。
音センサーに反応なし。死んでるね。マジか、それだけか。ああ、いけない？いけた。そうか。いやー、いい眺めですな、ここは。特には今のところはなさそうですな。まあまあ、でも気になってたところに来れてよかった。まさかの壺村っていう。いや、ちょっとぶん殴ってみたい気はするけどな、資料。まあでもちょっとやめときますか。なんかその上からうちにこう馬っこで入ったりとか。こういう見落としは良くない。壺が随分と一気に増えましたね、ここで。受血まみれにする。なんか壺師のスペシャリストがさ、すごいね、壺いっぱい投げてたけど、 FP 消費しないやつがいいよね。はい、ちょっとまた後で作りましょう。もうこの辺はないね。はい、じゃあちょっとババアなんか言うこと変わるか。何やか。ラダーミスを消費した分補充して、無駄に石買いました。対岸に来ちゃったんだ。え、あ、下のババアが復活してんのか。はい、じゃあちょっと一回止めてボスに挑みたいと思います。あ、どうも、5月8日2回目の収録です。明らかにボスなんですが、どんなボスかわかんないんでね、とりあえずこのままいきますかね。はい、まずはカマン、ヒレの、なんかおったな、こんなやつな。それなりには入る。インプちゃんがもうやばいな。それずるい、それずるいけど、もう
地名入れるまでもなく、スタミナね。インプちゃんの出血が大出血サービスだったな。はい、マカールごめん、ちょっと来るの遅すぎたみたい。あっ、お前竜の一族のものだったか。ちょっと可愛すぎて分かんなかったわ、マジで。ごめんね。あっ、あっ、壺男コスができるのか。へえ、なんかどすんじゃなかったか。あ、なんか汚いおつゆがダボダボと。ブボ、さらに続くのか。上がるんかな。どこに出るんだろう。途中下車があるんじゃないかなと思って気が気でねえんだよな。投げ、はあ、出た。ここ目指せとか言われてなかったっけか。地図はあそこまで行かなきゃない感じっすか。